girls with their nails done now. こんばんは、皆さんこんばんは、皆さんこんばんは、どうですか皆さんこんばんは、こんばんは。さあ今日のねホラーゲームをねやっていこうかな。あれなんか声聞こえないかな。皆さんこんばんは。いや今日もねホラーゲームをねやっていこうかと思うんだけどね。あどうも、あのホラーゲームを実況しているどうもレインです。よろしくお願いします。よろしくね。間違えてないです、ここです。いやプーさんじゃない、いやプーさんじゃねえわ、プーさんじゃないです、残念ながら。いや僕ね今ちょっと完全に寝起きなんですよ。あのちょっと仮眠疲れたんでちょっと仮眠取ろうと思って仮眠した結果頭がスカッとしてるのはいいんだけど、ちょっとまだ寝起きなんで許してもらっていいですか。頭がまだ動いてないんで許してもらっていいですか。ちょっとか1時間半ぐらいちょっと仮眠させてもらいました。うん、俺の老後の声じゃねえわ。よしということでね、そう月曜日だけど今日ちょっと飛ばしすぎたんで、ちょっと僕お疲れモードなんですよ今。だからチョコレートを食いながらちょっとやろうかな。まあどうですか皆さん、チラズアートさんの作品でなんか今日新しい新作なのかな。で、あの明後日はドキドキなんだっけ、なんかおきどきじゃなくてなんだっけ、ドキドキラブメールじゃなくて、ん？ドキドキラブメールだっけ？あれ？なんだっけかな？なんかそんなやつ、なんかドキドキラブメールみたいなやつ、なんだっけ？タイトル忘れちゃった。ちょっと待ってね。あやや。いや、ちょっと待ってね。ラブラブスクールデイズ、うん、ラブラブスクールデイズっていうホラーゲームを、これが水曜日にやる。これドキドキ文芸部じゃないやつ、これラブラブスクールデイズっていうホラーゲームなんだけど、この見た感じ超美少女ゲームじゃないですか。でも残念ながらこれホラーゲームなんですよ。
残念ながらホラーゲームです。ホラーゲームです。これを一応水曜日かな。ホラーゲー感ないけど、でも歴史としたちゃんとしたホラーゲームなんですよ。ちゃんと 3D のホラーゲームですね。乙女ゲームというかギャルゲーっぽく見えてるゲームもしないけど、でもちゃんとしたホラーゲームらしいです。そうなんですよ。だからそれを水曜日にやる。まあ、今日はとりあえず人からっていうホラーゲームをやっていこうかな。っていうのもこれだいぶ前にちょっと実はやったことがあるんですよ。皆さん覚えてるかな。なんか男の子と女、学校の中で男の子と女の子と喋ってて、でなんか女の子に最終的に追われて、なんか終わっちゃったデモ版みたいなやつ覚えてない？みんな学校の中のやつ、オタク部屋から始まって学校に行って、で女の子に襲われるホラーゲーム、みんな覚えてない？なんかこういう感じの、なんかこうやって喋ってさ、こうやってなんか喋って、で最終的に暗い学校に行ってなんか襲われるホラーゲーム覚えてないかな？覚えてない、わかんない、全く。そうか、まあ水曜日になったらわかるやろ、多分言ってんのそれ。多分それあったような、ないような。まあいや、サイコちゃんではない、サイコのストーカーではない、それとはまた別。そう、すぐ終わっちゃったやつ。まあ水曜日になったらわかんべ。まあ水曜日やるわ。まあ今日はとりあえずチラズアタさんの作品の新作のゴロツキっていうホラーゲームをやるんでね。違う、なんだっけ、人からだった。よし、みんな挨拶の方よろしくお願いします。何でもいいよ、こんばんはでもこんにちはでも和骨でも何でもいいんでよろしくお願いします。ごめん、ゴロツキじゃない、人からだった。録画あった気がする。ゆうやわこつ、よみわこつ、すいこんばんは、ほうじ茶わこつ、ありやわこつ、れいやわこつ、えりわこつ、山田わこつ、ろきわこつ、りやわこつ、あやかわこ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと一回飛んだ。どこだ、アリアワコツ、レイヤワコツ、エリワコツ、ヤマダワコツ、ロキワコツ、リアワコツ、アヤカワコ、ヨシカワコツです、ミクワコレイン、コウヨウワコツ、ミミズクこんばんは、スズワコツ、アリスワコツ、カタカナマンワコツ、デイジーワコチ、ユキネワコツンツン、ネコこんばんは、マルダイヨウ、ポンコツユキさんワコツ、クロハワコツ、ノリタンワコツ、ユーナワコツ、ミコワコツ、ライワコツ、パンクズ、ゴロツキ、ワコツ、ランコ、ワコツ、ユミ、ワコツ、キサラギ、ワコツ、カタカナマン、ワコツ、ケン、ワコツです。梅じそ、ワコツ、ドルフィン、ワコツ、ユーカ、ワコツ、シェリー、ワコチ、シオちゃん、ワコチ、マイ、ワコツ、ゾロ、ワコツ、コウキ、ワコツ、人からちょっとえげつない、ユリカ、ワコツ、カタカナマン、ワコツ、人から、ニャーちゃん、ワコツ、リンゴ、ワコツ、ヨシダ、ワコツ、ユキネ、ワコツンツン、カズコ、ワコツです。ケイちゃんはこつ、サラこんばんは、ショウちゃんこんばんち。エンディング6個あるみたいだけど、どうなんだろう。人から今配信してやってる今。竹のりはこつ、ティーユナモはこつ。エンディング回収できるかな、どうなんだろう。まあ俺は寝たから OK だって。12時までは。せめて時間決めよ。12時まで。エンディング回収は、でも前のさ、温泉へ行こうだったっけ、あれなんだっけ、全部できんのかな、なんだっけ、温泉のホラーゲームあったよ、なんだっけ、知らずさんの温泉へ行こうじゃなくて、なんだっけ、あ、そう、地獄戦闘、それローちゃんはこつ、地獄戦闘ね、あ、10時までね、ドルフィンは。そう、地獄戦闘っていうホラーゲームのエンディング回収って、俺その日で終わったんじゃなかったっけ。カラオケやら演出温泉やらなんか忙しいな。温泉へ行こう温泉へ行こう全然違う朝倉、あ、それ違う、それナースの仕事だ。12時までだったら多分ワンチャン全開していけるかな。まあ、とりあえずやってみようぜ。それよりは短い、それより短い。モコはコツ、よっしゃやっていこうか。ちなみに人から
どんなゲーム、どんなゲーム、どんなゲーム、いやでも人からっていうとさ、カラオケでしょ、一人で行くカラオケのことでしょ、だよね。だって一人で唐揚げあげることじゃないでしょ、あれも人からでしょ。唐草が一人になったから人からってわけじゃないしな。画伯、描くの絵、ぼっちカラオケのことだよね、要はね。何言ってんの、え、人から一人唐揚げ、一人で空回りしてることを人からっていうの、ぼっちザロックカラオケ、わかった。じゃあ一曲歌うわ、人から。だって俺が歌ったら一人で歌ってるから人からでしょ。え、おえ、だって俺が今歌ったら一人カラオケになるんじゃないの、こうやって。やめて、やめたいと方が呪ってるわけじゃないし、歌ったら、いや、閲覧減らない、大丈夫でしょう。あ、では天体観測を歌わせていただきます、よろしくお願いします。では天体観測です。それでは心をゆっくりと落ち着かせて聞いてください。宇宙のパワーを皆さんに届けます。さあやるか、ゲームでもゲームでもやるかとりあえずやりますかとりあえず、いや多分このネタを通じるのは多分当時の見てる人じゃないと分かんないと思ういや今の多分これを知ってる人は多分ね、その当時のものを知らないと多分ネタが分かんないと思う難しいねこれはね姉猫和骨、岩竹和骨、鬼からの電話アプリのやつ今の10代知らないやつです。今その電話あんの、まだ宇宙人の講習のやつまだあるの。あ、そのネタ知らないよ、マジか。俺知ってるものだと思ってた今20代後半ぐらいじゃん。あるのまだその宇宙の更新のやつ、あれ宇宙からのパワーを送りますって、どういうこと。いやなんかね、そういうのがあるんでね、みんなね、知ってる人はそうだけど、知ってる人は大体わかるんだけど、そういうのが実はあって本当にあの電話番号でその電話にかけるとそういう電話が なるんで、確か都市伝説のやつね。まだあった、この前かけたこの前かけたのきょうちゃんこんばんは。そう、そういうのがあるんで、なんか昔あったじゃん、なんかその電話をかけるとさ、公衆電話でなんかそのなんか電話かけたらね、なんかメリーさんと話できるとかさ、なんかあの10年後の自分と話せるみたいな、そういうやつあったじゃん、電話のやつ。小さい頃両親に泣かされたことあん、そう、リアル電話のやつね。あ、そうそう、魔界につながるとかね、あったじゃん、なんか地獄につながりますみたいなやつ。リノリノワコツ、あ、リカちゃんもそう、リカちゃんもそう、折り返し電話かかって、そうかけちゃいけない電話番号もあった、そういうのがあったんだ。その中の一つがさっきの宇宙の更新のやつ。いや調べたらわかるよ、宇宙の更新のやつね、都市伝説系のやつ。その中にさっき俺がやった宇宙のパワーを送りますってやつが本当にあって、一回かけて聞いてみたらわかるよ、本当にかかるから渡辺和骨、そう、リカちゃんと話せるやつとかね、いろいろあった。リカちゃんかけてたでしょ。さあ、ということで、じゃあ、早速ね、やってみますか。人からを、全く関係なくなっちゃったけど、話が。今日は、一応、側出すけど、毎回なんかね、知らずさんのゲームって重いんだよ。だから一応、まあそれなりにちゃんと用意しておいた。重いように。人から。よいしょ。
ガワ、なんかね、毎回重くなるんだよね、ガワラスとこの、なんか、重かったらカラオケがガワになるの。まあまあまあ、ちょっと用意してやる。アフラ、いってらっしゃい。一人でカラオケ、一キャラ。はい、行ってみよう。今日やるゲームは、こちらです。人から。ちょ、怖そうっしょ。ちょ、怖そうですね。ということで、俺の側も出しますか、じゃあ。またグッズ候補が出るの？いや、今日はとりあえず、なんて言うんだろう。これが、このゲームが重かったら、重そうだな、でもな。あとなんかバグとかがね、まあ、最初もう発売して3日ぐらい経ってるからおそらく大丈夫だと思うんだけどね。バグ。カラオケで24時間営業。昔はあったんだけどね。今日友達とサッカーしてたら友達が削られたの。どういうこと？よっしゃ。来た。オッケー。久しぶりの俺の体を出すぜ。サポーターコンテンツ一応外してあるんで。あと、これを高画質にしなきゃ。あ、してあるわ。あ、してあったわ。どうも久しぶりみんな。薄いけど。相変わらず暗いけど。これは明るいとこ行ったら俺明るく出るんで。許して。あ、今回グラフィックすごい良くなったんだ。サポーターコンテンツっていうのは、例えばこのゲームに支援をしてる方の、なんか絵が描いてあるやつをこう表示させるかさせないかみたいな感じだね。うん。よし、じゃあ行きましょう。ま、重かったら、ちょっと変えるわ。どうだろうな。いけるかな？ちょっと待って。よっしゃ、行きましょう。人からです。一人カラオケー！レッツゴー！これは、私が高校生だった時の話です。みかんはこと、フルボイスだ！バスケ部に所属していた私は、いつものように仲のいい友達と、部活が終わってからも自主練をしていました。その日は自主練が終わったら二人でカラオケに行くことになっていました。なんかこれ、はい、五郎さんっていう感じになりそうじゃない？なんか、これは私が経験した話ですみたいな。なんだ。ちょっと待って、設定いじらして。設定で、グラフィックで、これなんかフィルターがなしにできるのかな？これいいのかな？これいいのかな？これいいのかな？これでいいのかな？適用。あ、フィルター消えた？再開。しもよしこ出てくるやつよ。どう？重い？軽い？どっち？あ、俺結構軽さ的には結構いい感じか？ね。どう？重くなくない？俺カクカクしなくない？ヌルヌルしてるくない？大丈夫？スイスイだな。明るいとこにいるのに薄い。いや、ヌルヌルしてる。よっしゃ。もう重くなりそうだったら、あ、でもどうなんだろうね。ここだから軽いとこやるもあるかもしんないんで、とりあえずこれは一応話してみるか。誰でしょ、この子は。フリースローの練習しよう。萌香ちゃん！萌子ちゃん、フリースローの練習しよう。わかった。怖っ。怖すぎる。萌香ちゃんの後ろで前見えない。フリースローの練習。あ、これ俺が何バスケすればいいのこれ。おお、すごい。何するの。おしーちゃんはこっち。フリースローらしい。あ、でも一応綺麗になってるわ。任せろ。俺こう見えてもね、俺結構バスケ部で、男子バスケ部で結構まあまあだったんです。これ、懐かしいな、この縁が。これ懐かしいな。この縁が。よくここでここぴょんぴょん飛んでたわ。うん。左手はそれだけです。人に球ぶつけちゃダメですよ。どの辺にいんだっけ？この辺？ちょ、俺バスケのルールあんまよくわかってないんだけど。一応黒粉バスケで一応幻にシックスマンって言われた男なんですよ。いくよ。黒子は僕です。見てください。あんま飛ばない。
こっち、ここれ。黒子は僕です。見てください、この力こぶ。はい。なるほど。任せろ。あら。俺よりもこの子の方が下手くそやん。任せろ。はい、来た、おる。どう？見た？見た？今の。八神くん。見て。へお、鉄。ほら、入っとせ、鉄。そろそろ行こっか。おい、お前ら。おい、お前ら。コーチ。いつまでやってんだ？いつまでやってんだ？今日はもう帰れ。今日はもう帰れ。やっぱ。コーチの声。先に言っといて。はいはいはい。コーチの声何？おい、お前ら。いつまでやってんだ？あ、セーブ入った。声似てる？やめて。俺じゃねえよ。やめてよ。俺じゃねえ。なんで俺がそんなキャスティングボイスしなきゃいけねえんだよ、これ。俺クレヨンしんちゃんかと思った。これ違う。白田さんの絵だ。コーチにボールぶつけられた。あ、やってみたかったな。似てる？やめてよ。なん、俺なんその微妙な声優やんなきゃいけねえ。もうちょっといい声出すわ、俺だったら。俺デビューしてねえわ。中の人バイトしてない。やめてください。あ、いた。これは？あ、部活の帰りで今から着替えなきゃいけないの、これ。汗拭きシート。これ何これ？オーシャンビューティー。オーシャンプリーズ。あ、今の高校生やっぱこういうのするのね。着替える。うん。バッシュを入れる。スースーするやつ。あー、シーブリーズね。はいはいはい。で、バッグ持つ。これで OK ってこと？これ OK ですか？懐かしいね。シーブリーズとか。俺使ったことねえけどね。あの、汗拭きシートだったらよく使うけどな。あの、スースーするやつ。とりあえずこれで外行けばいいの？うわっ。あれ？あ、靴を履き替える。あ、ネタバレはなしで。ネタバレなしだよ。ダメよ。俺わかんないって言った時に教えてくれたらいいや。うん。運動の後、俺あの、なんだっけ、コールドスプレーだっけ？なんかあの、脇糸にさーっつって。これ靴下で。いや、靴履くと思わなかった。自転車！カバンで蓋開くとマッシュ。あ、ちょっと待って。自転車どこ？俺のチャリンコ。クースケはこっち。チャリンコどこ？チャリンコ。自転車。俺の自転車どこ？コールドスプレーみたいななかった？なんかあの、凍えるスプレーみたいな。ひんやりなんとかみたいな。パクられた？手に入れるっていうか。奥。自分の高校生のアックスっていうアックス懐かしいなー、使ってたわー。サドルパクられた？ブロッコリーはす、入ってるやつ？どこだ？自転車、自転車。自転車。CD1 枚1000円欲しい人は3年2組の拓也まで。おい、学校で商売すんな。今度見つけたら生徒指導室な、佐々木。自転車どこだ？自転車。学校の自転車置き場ってどこにあるんだ？あ、あれかな？自転車。あ、お風呂からお帰りなさい。もう自転車パクるところ。あ、じゃなかった、乗るところ。これじゃない？多分自転車置き場って。懐かしいね、この自転車置き場でさ。ね。なんか、自分のチャリンコ取り出すときにさ、隣のチャリンコマジ邪魔だからって言って一生懸命ずらそうと思うんだけどさ。早くどけろよっつって思ったことあったな。こんな置き方してる子いた？いなくね？そう。横からあの、ダラ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 ってなるやつでしょ。起こすの超大変なやつ。あと、だいたい彼氏待ってんでしょ。この辺で。自転車乗る？多分この人は車もバックから入れるタイプのやつや。
倒れたらマジでもう最悪だからね。おおおおおお、なんだ。おお、すごいチャリンコ乗ってる今俺。見て、ほら。俺よくこのチャリンコのな、このハンドルのとこに足乗っけてたね、坂んとこ。ペダル壊れてる？ほんとだ。これチャリンコあれやん。こぐのめんどくせえっつって前にしかガシャガシャやんないやつやん、これ。前のところのペダルをこうガシャガシャやるやつ。あれ、お今どこ走ってんの今これ。お、ジャックはこっち。待って、これ家どこ俺の家。こっちではない。こっちではない。こっちではない。ハンドルによく足乗せてなかった。自分家どここれ。自分家どこ。見えねえ。こっち。俺ん家どこだかわかんない。あ、合ってる。ベルもぶっ壊れてるしな。あのジャカジャカジャカしか落としないでしょ。これで合ってるっぽい。カラオケ。真っ暗だよ。ユキナはこつ。あ、これ降りれないのか。降りれないらしい。壊れたベルジャカジャカか。ナナはこつ。これどっちだ。カラオケに行けばいいのかな。自転車乗りながらカップ麺食ってた。器用すぎやろお前それ。ここは誰かの家。K 走ってるよ。こういうおじさんいるよね。無駄になんかこうチリチリ鳴らしてる。自転車と一体化してる。大阪のおばちゃんとかね。大阪だけじゃないけど、大阪だけじゃないけど、むやみやたらこうやってこうやってるやつ。ところで、カラオケ店に行けばいいんだけど、カラオケどこにあるのこれ。あれ、誰かいるよ。自転車で煽り運転。誰かいるよ。怖っ。聞こえられてる。怖い。あ、カラオケこっちだって。怖い。ワンワン惚れられてる。シッ。どこにカラオケあんだこれ。ねえ、惚れられてる。俺そんなに何俺なんかしてないよ。なんもバラがるわこっち。うちのジョンがごめんなさいね。こんなとこにカラオケあるわけねえだろお前。これ行くなって引き止めてんのこれ。どこにカラオケあんのこれ。どこにカラオケあんのこれ。人、え、お、レールはこつ。何やらかして。いや何もしてないよ。看板が多い。暗すぎる。すでに場所が。こんなとこにカラオケがあるのか。あられはこつ。怖い。怖いし暗いし霧がすごいし明かりがなさすぎる。あ、待って、電話来た。ガラケーだ。もしもし、岡崎はこつ。もしもし。ごめん、コーチに捕まっちゃって。先歌ってて。いいけど大丈夫。平気平気、後で行くね。だってガラケー。しかし街灯もなんもねえなこれ。バーバが持ってるやつ今じゃねえ。コーチ帰れって言ってたじゃん。おい、何時まで残ってんだお前ら。帰れ。まさか萌えかとコーチそういう感じ。禁断の生徒と先生の関係ってことですか。まさか。何か飲むみんな。俺捕まってねえわ。何か飲む。何でもいいよ、おごるよ。
なんか読むだったら全然。今時このいちごのさ、いちごミルクまだあんのこれ。シシレモン、金の微糖、ポカリ、カフェオレ、なっちゃん、カルピス、カルフェラテ、特茶、おー、買ってやるよ。コーラ、シンシーレモン、ポカリ、カルピス。あの、いちごミルクまだあんの？あ、これシダックスじゃねこれ。来た？シダックス。24時間のカラオケ屋さん。人入んねえだろ、お前。これ怖すぎやろ、このカラオケ。電気のショート薄くね。ちょっと。怖すぎる。ちょっと待って、怖い、ここ。シダックス怖い。もう絶対やばいでしょ、ここ。エマはこつ、なんか出るってこれ。カラオケ、ここね。暗すぎて怖い。廃墟みたいになってるよ。うん。シダックス、ここ？入るか入らんか、はい、入ります。ここ家？無料お楽しみコース歌うまオーディション関東大会とかあるよ。アルバイト募集中。じゃあここからちょっと口移して、あのアイスクリーム飲むわこれから。うん、店員さんいる、店員さん。おい店員、おい携帯いじっとるで。あのすみません、店員めっちゃカチカチしとる。村ちゃんこんばんは。あ、はい。おい、なんだこれ。にゃここんばんは。炎上だよこれ。暇なのかこの店員。なんか俺のこと見ながらめっちゃ携帯振ってんだけど。二人で2時間お願いしたいんですけど。はい。クビだろお前これ。では12号室をご利用ください。ながらスマホじゃない、ながら携帯かな。ブロインドリンクバーも適当にご利用ください。適当って、やる気なさすぎやろ。ドリンクバーを持っていけばいいの。変熱き、いやこれやる気なさすぎって。これどうしよう、これどこっちでドリンクバーを持てばいいの。お許可コーラ、許可コーラゼロ、メイロン、あ、ウーロン茶と、その辺は、あれ？あ、びっくりした。チラズカフェか。スタバかと思った。待って、これどうすればいいのこれ。なんか、これを持っていけばいいの？あれはマイクと電木と、え？マイクと電木は？どこにあんの？あらららら？マイクと電木は？マラカスは？いらねえだろ。スタバだったらアウトだ。ちょっと待って、マイクと電木よこしてくんないの？部屋にあるの？あ、部屋にあるのか。これ ?23 号室。どっち？どこ？俺の部屋どこ？タンバリン。じゃあタンバリン担当ね、俺。絶対やんねえけど。あ、12号室か。何？聞こえない。もしもし？聞こえる？おい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 。萌花ちゃん、大丈夫か？もしかしてあんな先生に、やらしいことされてる？部屋に入る。コーチ？おいって言って。やだやだやだ。ちょ、とりあえず、歌う？じゃあ。歌えます？この辺なんか、あれ？なんか、フルハイビジョンやん。あ、あった、電木とか。ちょ、これやってみるよ。歌ってみる？さ、何歌ってんのかな？熟した果実。
未来へ歩いていこう。レフ、レスト。迷子の鬼。どれ歌う？まあでも、なんかね、ガラケーの割にはなかなかいいモニターつけてくれたよ。履歴をまず確認するのは大事よ。あれ、押せないでやんすよ、これ。迷子の鬼。わかんない。え、ちょっと待って、これ、ちょっと待って。あれ？あ、入力できない。あれ？あ、これ曲入ってんの？これちゃんと。迷子の鬼って俺みたいに。めっちゃいい、めっちゃある。じゃあちょ、迷子の鬼。じゃあ、どうしよう。まあ、迷子の鬼行くか。歌う。まさかこれ音ゲー始まるパティンじゃないよな。おいマジか。ちょっと待って。本当に言ってる？待って、嫌な予感しかしねえってもう。ミニゲームの始め方ってなってるんだけど。RFV。はいはいはい。テレビの右から流れてくるやつで RFV で入力するみたい。音ゲーか。マジか。お、かわいいニャンコいるね。これは合わせればいいのか。合わそうと思うと合わないんだよな。なんだこれ。迷子の鬼？合わそうと思ってもなかなか合わない。お、音とあれがリズムが難しい。特典がエンディング。これでもこれ特典がエンディングに関係するんだったらちょっと大変だよな。え？ 63 点です。タイミング難しい。合わないよね。低すぎない？なんか俺まるで下手みたいな。喉乾いた。ドリンクバーで乗り物を持ってこよう。出る。リズムしか見てなくて歌詞全然見てなかった。猫は歩いてんなーぐらいしかわかんない。ミス3だったよ。まあ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 、俺クラスになってくるとその感じですよ。最初にしては。許可コーラ飲もうぜ、許可コーラ。待って、どこだっけ？これね、エンディング関係するのはちょっとしんどいで、でも。どれ？あれ？飲み物取れなく？あれ？押せないでちゅう。もう口に移すか？これマルチエンドなんだって。コップ持って、あれ？店員ねえし。混ぜる？いや、なんか。
できないよ。氷とかある？氷？あ、これ？あ、これか！アイスか。氷を入れて、じゃあ許可コーラ飲む。なるほどね。氷を入れるのね。できた。いただきます。え？おじさんがいる。おじさん、あれ、おじさんが邪魔で取れないんだけど、あれ、あ、誰だろうこのおじさん。怖いね。怖いな。誰だよおじさん。誰おじさん。なんちゅう格好できたんだ。絶対あれ家の、あれ持ってきたっけ。え、おい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 、なんか俺の部屋に誰かいるってことこれ。誰かいんのこれ、俺の他に。怖くね。やめてほしいんだけど。ドリンクの入ったカップ、超高身長の。じゃあとりあえず一曲歌ってみるよ、もう一回。おじさんが持ってきた。やめてくんね、怖いんだけど。おじさん怖いから。じゃあ歩いていこう。行こう。ノースタイミング、ちょっと一回ちょっとずらしたんだけど、いい？あ、待って、確かこのゲームのストアページに確かね、なんか攻略のヒントっていうか、ノーズが合わない人のためにって書いてくれてる人がいたんだよ。途中の音ゲーのノーツタイミングがずれてるので、タイミングをプラス 1.15 にするとちょうどいいって書いてある。 OK。 1.15、 これだって。これにするといいらしい。そうするとタイミングが合うみたいだよ。あんま変わんないね。友達来ない。なんで？これもしかして俺が下手す。ちょっと待って、難しいですよこれ。そもそものそもそもですか？そもそも俺が下手すぎた、実は。ミスってる、いろいろミスってる。下手すぎた。これキーボード縦にしたい。キーボード縦にしていい？いや待って、音ゲーには俺結構自信があったんだけど、ちょっとなかなかむずいぞ。これビートマニアの感覚で縦にしてさ、画面も縦にしたら多分超できる、多分俺これ。これがエンディングに絡んでくるんだったら多分俺もう そこまでやるわ俺。なかなかの難易度だぞこれ。レーン縦にしたら、テレビ誰か立ててきてこれ。テレビをちょっとなるべくあの左縦ぐらいにしてくれたら助かる。歩けませんこれじゃあ。縦向きにしていい？その方が多分俺できる自信ある。アルファコツ、キーボードもコントロール、モニターも縦にしてやりたいわ。おい、平民ぐらいじゃね、これ。さっきから50と60行き来してるけど。食べ物持ってこよ。食べ物持ってこよ。食べ物、歌い終わる。
食べ物なんか下手さっきよりだいぶ下がったけどね。ポテトと何食う？ポテトとポテトチップスと。あ、はい、出たこの愛想悪い店員さん。注文したいんですけど。いいですよ。唐揚げとポテトとあとポッキーとポテトチップスお願いします。あ、焼きそばもお願いします。あ、ロシアンたこ焼きもお願いしていいですか。あとなんかある、みんな。あとなんかある。あ、ポテト、ピザとパスタもお願いします。たこ焼きもお願いします。焼きそばとたこ焼き、ピザとデスソースもついでにつけてもらっていいですかね。あとパフェもいいですね。うん、スパゲティも一緒にいいですか。あとポッキーとピザとオムライスもお願いしてもらっていいですか。コーラもお願いしていいですか。ついでにパフェとあやねわこつ、うん、まあそんだけ食えばいいべ。あととんかつとラーメン以上。何にしますか。このピザお願いします。唐揚げを一つお願いします。そうですね、たこ焼きで了解です。 2,3 分でお届けします。あぶねえ、 2,3 分でできるたこ焼きって。君って、はい、12号室で歌ってる女の子だよね。ええ、制服高校生だよね。はい、だよね、だよね。は？は？だから？何？え？何？意味深な切り方すんのやめてほしいんだけど。何？だからなんだ？高校生だからなんだって言うんですかね。何か不都合が。未成年だからダメってこと？リサはバン親みたいなこと言ってる。なんだか知ってるみたいな。じゃあとりあえず皆さん、私今からちょっと皆さんね、申し訳ないんですけど、今からこの画面を縦画面にさせていただきます。なぜかっていうと高得点の採点を狙うからです。いきますよこの画面を縦画面にさせていただきますね。音ゲー感覚でやります。任せてください。はい、よっしゃ、いくぜ、本気でいきますよ。熟した果実でいきます熟した果実いかせていただきます。よろしくお願いします。よっしゃ、いくぜ。さあ皆さん、この画面をご覧いただきたい。今から、いいね、いいね。あ、ちょっと待ってください。まだ準備が、あ、待って、準備がちょっと待って。あれ、いいね。うん、いいね。ポップンミュージック思い出すね、これ。この丸みは。一回戻すわ。あ、待って、逆になってるこれイベントかよ。一回戻す。ちょっと待って、一回戻そう俺のおじさん、なんか人の部屋入ってきたけど。あ、ちょっと待って、続き待って、ちょっと待って、え、ちょっとおじさんのせいで、これ完全に。せっかく、これダメだわ、これ。これ20点ぐらいだよ、これ絶対。おじさんのせいだ。せっかく、おじさんが。なんでサッカーを動物なの？わからん。
部屋間違ったことで食べ物に食べられたことある。オーダーひどい、これこれはひどい。せっかく画面まで斜めにしたのにさ、オーダーした食べ物まだ電話しようかな。低すぎてひどいひどいな。ちょっと電話するよ。まだたこ焼きまだかと。おい、繋がんねえぞ。どうなっとんや。直接行って文句言ってくるわ、これ。おい、どないなっとんや、つって。我さっきたこ焼き持ってくる言うたやないかよ。いつまでかかっとるんや。お主のたこ焼きは大阪から取り寄せるんか。さっき2分で持ってくる言うたやないかい。店員出さんかい、おら。おお、どないなっとんや。わいのたこ焼き早持ってくんか。せせりはこつ。店員出さんかい、おい。おっさんが食った。歌ったりとかすると店員さん。あ、待って、店員さんいないぞ。あれ？スタッフルームにもいるのかも。スタッフルーム。このゲームのスタッフルームってどこにあんの？ねえ、たこ焼き。スタッフルームってどこにあんの？このゲームのスタッフルームって。エグザイちゃんはこっち。アドルフィンおやすみ。スタッフルームどこなんだろうね。このカラオケ屋のスタッフルームはどこぞにあるんですかね。ここ出口でしょ。どこにいんだ。あ、ここ、ここだって。スタッフオンリーって書いてあるよ。すいません。お、返事がない。入ってみよう。て、何勝手に入ってきてんのいやいやいや、ここスタッフルーム、スタッフしか入れないんですけど。何？たこ焼きまだ。あの、注文したものがなかなか届かなくて。食べ物でしょ。もう持って行ったけど。え？何？言いがかり？持ってったの？すいませんでした。この店員ほんま愛想悪いな。誰が食った俺のたこ焼き。許さねえ。誰？俺のたこ焼き。おじさん？今の何だったの？いや、おじさんなんか俺の部屋から出てきたよね、今ね。さっきのおじさん食ったってこと？俺のたこ焼きを。え？ポテト？頼んだもの間違ってるんだけどな。てかさっきの人は従業員？え？ポテトこれ誰か食ったべ、これ。さっきのおじさんストーカーなの？食べる？ポテト少な？これ食った、さっきの従業員。しかもシャカシャカ言うとりますけども。やだ、食いたくないこれ。おじさんに食われたってこと？たこ焼きは？うわ、ポテトの中に何か入ってる。何これ、メアド？気持ち悪い。俺のメアド連絡してね。どうやって入れたんや。ゆたろう1101@やばいね JP って書いてあるよ。ゆうたろうか。やばいね JP って何？マジか、誰が連絡すんのこれ。あれ、なんかハテナになってる。メールアドレスってやばい。これ何、歌える？これまた歌ったらなんかあんのかな。ちょっと歌ってみる。なんかハテナになってた今。熟した果実。なんか変わるのかな。
これなんか変わったりとかすんのかな。今もう LINE だからね。このところはでもモニターが今なんだよ。これ変わる？音ゲーだよね。はっ、何もの。今度はちゃん大丈夫。熟してるから。おい、萌香ちゃんどっかに。まだ来てない。もしもし萌香、遅いよ、もうとっくについて歌ってるよ。ミラ、私カラオケには行かない。え、どうしたの？ねえ、もしもし、どうした萌香？急にどうしたんだろうね。怖っ。抜けようか、ここ一回。わかんない、なんかどうしたんだろうね、萌香ちゃん。え、電気消えてるよ。停電。怖い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 。どうしたんだ。ん？あれ？携帯あるよ。そんな演奏されたら。あれ？萌香の携帯あるよ、ここに。どうしてここに？ただでさえ暗いのにさ、携帯のライト機能があってまだ良かったね。でもね、あんま役に立ってないけど。誘拐？誘拐？萌香来てたってこと？でもカラオケに行かないって言ってた。あ、もしかして萌香を誘拐してここで拉致してるってこと？あれ？携帯2個あるよ。さっきのおじさん何者なの、ちなみに。うがうがうがカラオケ。スタッフルーム行ってみるか。あの、もしかして店員さんいるかもしれないしね。待って、なんかちょいちょい携帯の何なのこれ。いくつあんの？わかんない。いや、晴れないみたいだね。晴れないみたい。携帯はあるよ、ほら。うわっ、なんで萌香どうした。なんで助けてくれなかったの。電話したじゃん。なんだ怖い。静かなの怖い、やめて。急に静かなの待ちやめてほしい。どういう状況。いや、わかんねん。え、助けてくんなかったのかよくわかんない。まさか来る。いや、やめてほしい、マジで。突然来そうなんだよな、こういうタイミングって。大体悪い予感が当たる。ドン系じゃない？コーチに何かされた？音ゲーに夢中。あ、部屋に入りますか？うわ！あれ？寝ちゃってた。どれくらい寝てたんだろう？夢落ち？夢落ちか？お？もしもし萌香？俺ね、和骨。さっきの写真。
写真。コーチにバレちゃったの。逃げて。え？コーチがそっちに向かってる。写真？何のこと？なんか写真がバレたって言われたんだけど。何の写真？なんか お腹痛くなってきた。トイレに行かなきゃ。コーチに向かってる？とりあえず逃げる？いや、わかんない。何の写真だか。さっぱり。トイレに入る。写真って何の写真だ？写真とか、いや、全く。さっき食ったポテトが当たったんかな？逃げてがよくわかんない。コーチに見つかったらまずいってこと？そういえば写真って何だったのかな？あれ？モエカからメールが来てた。え？何これ？間違ってカメラボタンを押した人みたいなやつ？何これ？コーチ？もしかして、モエカに電話しなきゃ。あ、モエカの写真、モエカが写真を送ってきたってこと？コーチ？襲われた？繋がんねえ。萌香がコーチ？コーチが萌香だった？コーチがコーチ来てるってこと？どうしたらいいの？コーチが撮影した？じゃああれ萌香ってこと？コーチ？店員さんがいない。ドアが塞がれてる。どういうこと？どういうこと？何が起きてる？おい、何が起きてるんだお前。おい、軽トラピタ付けされてんぞ。おい、完全に閉じ込められてる俺。もうコーチ来たの？嘘、もう来た。12号室行けない。裏口から行ける？開かない。萌香がコーチに襲われた時に撮ったコーチってこと？コーチの軽トラ？待って、これどこ行けばいいの？え？ちょっと待って、コーチの軽トラ？近所のおいちゃんがやったんじゃね？塞がれてならコーチ来れんけど。いや、わかんないよ。裏口から入ってきた可能性が出てきたかもしれないじゃん。あ、これだ。スタッフルーム。コーチは何？なんでコーチから逃げなきゃいけないの？警察が来るまで4分かかると言っていた。それまで隠れていなきゃ。しゃがめます。しゃがみは敵の視界性ステップ足を。ええ何何何？ちょっと待って、あの、これ行き止まりなんだけど。だってだって裏だぞ。なんかね、これちょっとこれ逃げるとこなくねえか。これコーチが行く方向を予測しながら動かなきゃいけないみたい。リリリ、そういうことらしい。
今これを3分間鍵取った。出てこいよ。出てこいよ。ここにいるのは分かってるんだよ。やばい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 。コーチやべえ。しゃべえ。あいだ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 。走って。落としたら来るってこと。待って、なんか隠れる。これでオッケーじゃない？俺の声じゃねえわ。これずっとここにいて大丈夫かな？俺は何もしない。出てこいよ。中尾明みたいになる。そこにいるのは分かっているぞ。そっくりじゃねえわ。これ大丈夫かな。ここにずっといて部屋変えた方がいいかな。どっちが。いや俺の今喋ったの俺だよ。心臓バクバクいってるけど大丈夫。これ似てないよ。母言ってるけど俺じゃないよ。隠れたって裏だぞ。来た？こっち来てる？何これやっぱ隠れながら移動しなきゃダメなやつかな。あれなんでバレたんだろ。わかんないよね。ずっと同じとこ行っちゃダメなのか。隠れてもバレるって。なんだマジか。ダンサーみたいな。隠れてたのになんで見つかったんだろう。よくわかんないね。隠れてもダメだよ。バラしたら拡散しちゃうぞ。ハーハーしてるからバレてんの。拡散言ってたよな。拡散拡散言ってた。これでとりあえずちょこちょこ逃げなきゃいけないってこと。この部屋ってそこの部屋だよね。ここ。怖いよ。ここは最終手段なのかな。動画を拡散って言ってるから一体何をし、あ、もしかしてなんかやった。うわ、びっくりした。うわ、タックルしてきた。うわ、日大、うわ、え、なになになに、日大タックル食らった今。すごい今俺の、だって下に入ってきてあいつ。すごい今の。おお、あいつレスリング、レスリングか。すごい角度で入ってきたの今。めっちゃ痛いな。びっくりした今。怖っ。早かったね今ね。さーって下に入ってきたもん。怖かった今の。鍵使わないの。いやなんか鍵、あれ何の鍵だったの結局あれは。あ、ぼちこんばんは。あれ何の鍵だったんだろう。あ、清掃用室って書いてある。多分どっかにね、掃除する場所があるんじゃない。掃除する場所があったりするんじゃない。どこだ。いなくなった。俺は何、こうやって隠れるらしい。出てこいよ。いい子だから。こうやっていくらしい。これじゃない。ほら、あったあったあった。ナイフ。正面からだと危ない、後ろからならって書いてあるよ。ちょ、チュパっちゃう。これやっちゃっていいですか。自分やっちゃっていいですか。ナイフ取った、ナイフ取った。プスッといっちゃいます？やっちゃいますか？正当防衛。
あいつが入ってきたらちょっとそこ逃げるわ。どこに隠れた？怖い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 。出てこいよ。来るか？こっち来るか？やるなら背中ブスってやりたいね。来た？わかりやすい、なんか矢印ついてる。隠れたって無駄だぞ。オゲチやってくる。ここにいるのは分かっているぞ。背中でね、背中。あれ消えた。どっか早い。なに、くそー、こいつ早いな。マジか、早いな。なんか移動が早いね、こいつ。移動が早すぎねえか、あいつ。びっくりした、今正面になっちゃうね。あいつ早すぎちゃって。うまくなんかないかな。うまくやれる方法。いや、ナイフは意味があるんだと思うんだけど、多分俺がちょっと向いた時に多分正面向いちゃったなと思う、あれ。後ろからやりたいよね。あ、怖い、こつ。びっくりするよ、あんな。俺もめっちゃびっくりした、今。さっきのさ、ここの部屋にいて、あいつが後ろ向いた瞬間に行けそうじゃない、でも。行くよ。こう行くじゃん。で、これナイフ取るでしょ。 OK、 多分これで OK だから。ここにいるのは分かっているぞ。ここにいるのは分かっているぞ。部屋入った。うわ、こっち来た。俺は何もしないから出てこいよ。うまーく隠れる場所があればいいけど、ここはバレるかな。さすがにバレるか。俺は何もしないから出てこいよ。さすがにバレるか、ここは。今しゃがんでる、今しゃがんでる、ほら。隠れたって無駄だぞ。来た来た来た。いけそう。ここかな。おら！どうだ？痛いんじゃないか？やった？やりました。やりましたよ。やりました。弾取ったぞ。警察が到着し、コーチは病院に運ばれましたが、亡くなってしまいました。私は正当防衛ということで、罪には問われませんでした。いいじゃん。人を殺してしまった罪悪感と、あのコーチの被害者がこれ以上出ないという安堵が、同時に私の中に湧き上がった気がします。うん。あの時の私には、あれしか方法がなかったのです。あの感覚は、忘れることができません。今でもあの時のことが、悪夢となって私を襲います。コーチから解放される日は、来るのでしょうか。なんかバッドエンドっぽいな。で、あのコーチ何したん？ちなみに。エンディング6分の1って書いてある。エンディング1って書いてあるよ。あそこでもってことか。なんかこれエンディングマルチエンドだ。4分逃げ切るのもありだね。そうだね。あれだったらさ、ワンチャのカウンターにいても OK なんじゃないか。ダメかな。びっくりした、自動運転かと思った。今助手席にいるかと思った。なんで俺今車乗ってんの今俺。え？
なんで今俺車乗ってんの？これマルチエンドいくつかあるってこと？見つけた。え？どういうこと？どういうこと？これ多分あれじゃない？そのコーチ以外にもいるってこと？コーチなのか今の。コーチの幽霊？共犯者？連れてかれた？いや、わかんねん。連れてかれたのか？いや、でも俺しかいなかった、今ね。呪われたってこと？量産型？悪夢かトラウマで幻覚が見えてるかどっちかってこと？コーチの幽霊？あのおじさんなんだったの？いや、わかんねん。分岐があるとしたら、さっきのあれを逃げる方法かな？他の絵で撮りに行くか。時間まだあるしね。うん。分岐のエンディング1って書いてあったから、俺正しかったってこと？あれ、エンディングの1は。逃げるとかメールするとかの分岐だと思う。だよね。刺さずに逃げたら、ワンチャン違うエンディングじゃない？萌歌も助けられるエンディングあるかもしんない。多分ってことは、おそらく真のエンディングがあるんじゃない？トゥルーエンドみたいなやつ。ありそう。なにこれ、なんか、なにこれ、どこ、学校、車、なにこれ、鍵、分岐、分岐点ってこと、ヒントかな、これ攻略のヒントなんだ。あ、そうなんだ。ヒントか。よっしゃ。じゃあやっていこうか。じゃあみんな、ということでちょっと攻略に入るんで、一旦ちょっと俺の側は消して、覚えた、今俺の頭の中でも記憶されてるんで大丈夫です。分岐ヒントです。代わりのものを置いときましょう。早速やっていきましょうか。じゃあ続きからだと、どっから始まんのこれ。あ、ちなみに今日これ出すつもりだったんですけど、もし側が重かった場合、誰？女子高生です。女子高生です。僕が書きました。頑張って。グッズ候補じゃない？違う。女子高生です。カラオケの女子高生をイメージして書きました。なにこれ。じゃ続きやってみるか。あ、ほんとだ、なんかいろいろあるよ。チャプターセレクトができるみたい。チャプターセレクトできるみたいですよ。どっからやろうかな。最後のさ、休憩室からやってみる。一回女の子から、あのコーチから逃げるエンディングから行ってみるか。ちょっととりあえずそっから攻略していくか。これね、俺が逃げられなかったやつね。このエンディング行こう。カラオケモードはさっき歌えるやつじゃない？ナイフなしで逃げ切れるかどうかだよね。それぐらいじゃないの？ OK。 じゃあナイフなしで4分間逃げ切ります。多分俺、おそらくなんだけど、多分このカウンターのとこにいたら多分 OK なんじゃないかと思うんだけどね。4分間逃げなきゃいけない。ここ。俺は何もしないから。ここ超アンチっぽくない？そうでもないのかな？時計は多分学校だと思う。椅子の下になんかあったよね？あれってここ？椅子の下。ここ。ここじゃないかな。ここに椅子なんてあったか。
更衣室。時計は絶対体育館でしょ。学校っぽいな。ってことはじゃあ分岐はおそらく2つ3つは学校だな。あと車の中もあったから車も多分分岐点でしょ。椅子の下体育館。あとなんかあったっけ。うん、車のダッシュボードが分かんない。いや開かないな。裏口実はアクセスある。分岐助けに行くやつじゃないかな。待ってね、今ちょっと一回逃げ切ってみる。ここまでに来るのにあいつの所有時間は1分、いや2分20秒ぐらいまで逃げれそうなんだ。こう僕だ。あいつがあの部屋に入ったら俺こっちにガッて行くわ。ロッカーもあった。多分あれ物質のロッカーでしょ。ここまでで多分2分逃げれんな。1分50秒までいけるのか。およそ残り1分40秒。ハンターに見つかればこのゲームは終了する。どこに隠れた。めちゃくちゃ暗示だよこれ。来た。隠れたって無駄だぞ。これ勝ち確でしょ。これ100か勝ち確じゃね。だってこれ1分逃げ切れるよ。それでも逃げられるかな。50秒しかない。いやこれ部屋に入った方がよかったかな。30秒か。30秒、あと30秒、あと30秒だよ。あと少しやった。あれなんかどっかないかな、隠れられそうな場所。他にもなんかあの30秒で残り30秒。今のめちゃくちゃ惜しかった。今の苗木んとこにいたらワンチいけるかな。あれ実は苗木完全安置施設あるか。そこ一回行ってみる。トイレ、いやトイレは多分もう入れなかった気がする。ここに入るっていう手もあるよ。俺は何もしないから出てこいよ。ここさっきあいつがあそこに入ったじゃん。ここに入るっていう手もある。隠れたって無駄だぞ。多分これ絶対見つかるっぽいけどね。多分あいつがこっちあっちからこっち向いた瞬間に見つかりそうだけど。一回やってみる。一回あいつがあの部屋に入った瞬間俺こっちに移動してあの部屋に隠れて、でまたこっちに行ってあの部屋に隠れるっていう感じで。トイレはもう行けない。ここにいるのは分かっているぞ。よし、あれなんか近くにいる。もう俺は今しゃがんでる。ほら出てこいよ。俺は何もしないから出てこいよ。ニコだからさ。ここにいるのは何もしないから出てこいよ。ニコだからさ。ここに。俺じゃねえ。
兄弟じゃん。ありがとう、しんちゃん。俺犯人じゃないよ。来たぞ。ほら。ここにいるのは分かっているぞ。いけ。俺は何もしないから出てこいよ。いい子だからさ。どこに来たぞ。ここであいつが向こうに行ったら、また出て左に行って、あいつが開けたところに帰る。隠れたって無駄だぞ。どう、この作戦どうですか。どうですか。いや、ここにいた方がいいかも。あいつが向こう行ったんだったら。俺は何もしないから出てこいよ。ここに分かっているぞ。あそこにいるよりこっちいた方がいいよね。あいつがそっちになったら。うわっ、これでも逃げられるかな。大丈夫、言える言える。俺なら、俺はいける。さあ残り39秒。多分電気消したんだよあいつ。残り30秒。警察呼びやがって。どこ行った、クソ。残り20秒。あ、警察来た。10秒。3、2、1。来た。警察が到着したことが分かると一気に体の力が抜けたようで、気がついたら病院のベッドで横たわっていました。ほう。警察が調べたところ、コーチは今までに10人以上の生徒に強姦していたようで、わお、すぐに捕まったと友達から病院で聞きました。強姦コーチかよ。友達はというと、あの事件がトラウマになり、男の人とすれ違うだけでビクッとしてしまうようになりました。まあだろうな。今では時間が経ったことで良くなっているようですが、うん、まだ恐怖が残っているようです。おごりらくま、こんばんは。10人に手を出したコーチか。コーチ失格やで。女の子もトラウマ植え付けられちゃったな。エンディング6分の6って書いてあるよ。ベストエンディングなのじゃないかな。これベストエンドじゃないのか。一生もんやで、マジで。変態コーチジジイってことだよ。どこにいるんだ、隠れてないで出てこいよ。あ、これ、これは多分、教室？教室か？で、これ体育館でしょ？これが車のダッシュボード。更衣室？多分学校じゃない、あとこれ。で、これがさっき撮ったエンディングだよね。1個目の。で、ロッカーもあるから、これがもう1個のエンディングか。更衣室。更衣室だね。OK。じゃあ、体育館から始めましょう。さあ、体育館の時計がなんか気になったんだけど、時計なんだろうな、時計。時計が分かんないよね。時計。体育館の時計を、時計にぶつければいいのかな？あ、ほら、なんかついてる。時計にボールをぶつけて、え、もうこんな時間。さっ！あれ？あ、これでイベント起きたの？コーチにボールぶつけてみる？
これで帰るってこと？もうこれで。フリースローの練習しよう。もう遅いよ。本当だ。時間見てなかった。あ、これで帰れるんだ。じゃあさっさと片付けて、カラオケ行こう。私ボール拾っとくから、ミラはモップね。モップ。モップ。モップ探そう。また別のイベント起きたね、これで。これだ。モップ、モップ。モップ。モップどこにあるの、モップ。あった。一応念にはね、もう。ないわ。モップ取った、モップ。これでいいのかな？もう一回いなくなっちゃったよ。もう一回いなくなっちゃった。俺もう清掃のプロなんで。コーチに襲われないエンディングなのかな。これ何、これちなみに何を、何がこうなってんのこれ。テキパキテキパキ任せて。俺清掃員なんで、元プロなんで。この辺のね、清掃はね、もう俺にとっちゃお茶の子サイサイサイですよ。汚い。それを掃除するのが私たちお仕事、プロにお任せ。終わりました。派遣時代の終わった。モップありがとう。じゃあ早く着替えてカラオケに行こう。よっしゃ、着替えてカラオケ行くぞ。あ、これは普通にもうカラオケ行っていいのかな。もう着替えた後、これ実はなのかな。着替えた後、もえかちゃんちょっと一緒に、一緒に、あー、こっちだった、すまんすまん、こっちだったあ、あ、ちょ、あの、何もなかったです何もなかったですよ、萌えかちゃん。ちょっと鍵かなんかあるかな。お姉ちゃんはこっち違う、鍵を探してるんだって。これエンディングもこれでいいの。もうだってこれ開くやつないもんね。椅子の下、あ、これか。待って、椅子の下見れねえな。これじゃない、多分さっきのあった分岐のエンディングの一個って。ほら、でもこれ今体育館の一緒に帰るっていうエンディングだから、多分この、これじゃないんじゃない？本来だったら多分あそこになんかあったんじゃない？だから、ここにもあんの？ここでも関係ないわ。分岐、多分今は体育館の分岐取ったから。準備できた？うん。よし。カラオケに行こう。なんかチュッてされた。多分そうじゃない？多分今体育館の分岐エンド見てるから、多分これでエンディング変わるでしょ。とりあえずこれで靴を履いて。でもゴミの隣にあったら多分、更衣室の椅子の下だね。そう、今チュッてされた。まあ俺のケツの俺や。送ってくから。カラオケまで。行くぞ俺、もう一回。おい、カモン！あ、軽トラ！コーチの軽トラか。あ、これかな？あのさっきのなんかエンディングに映ってたやつって。だって瓦もんね、だってこれね。自転車。あ、こっちだね、こっちだ。多分軽トラじゃない？多分この軽トラになんか細工かなんかするのかな？それっぽいよね。一回じゃあとりあえずこのエンディング見てみようぜ。おお、萌えかちゃん。カラオケ行こう。多分鍵手に入れて、さあこれでどんなエンディングになるかじゃない。もやか、しっかり連れてこい。俺にしっかりケイデンスを回せ。ショーショー。交番だ軽トラと鍵と
あと椅子の下とこれで残り3つだね。6個のうちの1個。あーとこっちじゃねえや。大丈夫、事故らないようにします。よいしょ、こっちかな。ちなみに俺どっちだっけ、カラオケって。これカラオケ行ってちゃんとエンディング変わるのかな。萌えかも一緒にいるからエンディング変わるか。確か犬が吠えてるところにいるんだよね。どっかに犬が吠えてるやついるやつがいるはず。この辺かな、多分この辺っぽいな。ここだ。あー、ここじゃない。やばいやばいやばい。店員の対応が変わったりとかする。あ、多分この先だわ。この辺カラオケ歌ってくれるのかな。萌香ちゃんもいるから多分。こら、ジョン、こら。ジョンが目印、あのジョンが目印。よいしょ。あれ、道間違えた。この女の人何なの、この女の人謎だよね。あの女の人がマジで謎。なんで俺に吠えてんのか分かんない。ごめん、迷子です。迷子です、すいません。迷子になってました。ワンワン吠えられとるわ、あのジョンも本当に。わーお。たまによく出くわす、ブラジルの外人さんがよく、あれあれ、萌えか。もしも、ごめん、コーチに捕まっちゃって。あれ先歌ってて。平気平気。あれ、さっきと同じじゃない。あれ、エンディング変わったんじゃないの。これさっきと同じじゃない。ついてきてないよね、先行っててってなってるから。あれ、これ同じじゃないの。これ戻るやつ。あ、学校に戻る。ふーちゃんはこつ。あ、それがあっかもしんない。そうだ、学校に戻ってみるか。もう一回来てない。一回学校に戻ってみるわ。確かにこのまま行くと、だって結局さっきとやったエンディングのままだもんね。それはそうだ、学校に戻ってみるか。友情エンドかな。もう一回置いてきちゃった。そう、助けてって言ってたしね。わかんない、戻れるのかな。戻れればいいんだけど。これいたわ、こつ。あ、ダメだ、戻れないわ。それそうで、だってこっちだもん。え、違う。あれ、行けなくなってるよ。あれ、行けなくなってる。これもしかしたらエンディング間違えた。一回やり直してみる。やり直してみるか。なんか俺、体育館のエンディング、体育館の一回ちょっとさ、カラオケに行ってみてさ、変わりそうだったら変わるかな。一回カラオケ行ってみようか。そしたらカラオケ行って変わればいいけど、変わんないかな。そうね、一回ちょっと進んでからにしてみる。もしかしたら変わってればいいんだけど。今日の俺は女の子ですよ。すごいでしょ、かわいいでしょ。カラオケでなんか変わればいいけどね。さあ、変わるかな。カラオケに入る、まだまだって出てるんだよね。何かある、ここに。これなんかライトつけっぱなしだけど。でもまあやることないか。でもあとは、うん、裏口行けるとか。穴はないか。いや、何も変わってないわ。これで萌香ちゃんがなんかイベント起こしてきたらいいんだけどね。
あんま変わんないか？ああ。変わんないっぽいね。あ、来た。いや、多分ね、やり直しだね、これ。うん、やり直しっぽい。多分変わんないわ。じゃ、やっぱり体育館で、で、あの、時計を見て、変わってない変わってない。じゃ、やっぱここでなんか分岐するんだわ。これで時計を見て、で、おそらくどっかで多分、同じところで多分分岐するんじゃない？もう遅いようにして、で、もう遅いようにして、で、掃除してから、さっきのあれじゃない？モップかけ終わって、ロッカーを見ると同時に、おそらく、あれしてあれすんじゃない？あれしてから。多分、俺の予想だと多分あれするだと思うんだよ。あれしてから。うん。だからちょっと一回これあれしてからあれしてみるわ。一回あれして。ちょっと待って、一回あれするわ。おそらく多分あれ、そうそう、あれしてから多分あれした方がいいと思う、多分あれしてから。ね、多分あれしてあれした方がいいよね、多分あれしてから。あれか、そうそうそう、あれして。一回あれしてみようぜ。そうそう、一回あれして、あれやってからあれしてからあれして、した方があれした方がいいな。あれするわ、じゃあ。ちょっと待って、一回あれする。ちょっと待って。このままあれしてから。この後、この後なんか、これで戻るじゃん。こっからじゃない？こっから。こっから分岐なんじゃない？ここで何か見つけるんじゃない？これ多分。見つけよう。着替える前にロッカー見たりとか。そうそうそう。着替えちゃったから、話進んじゃってるから。この女の子の、ここを持つ前に、多分どっかに、あるんじゃないかな。鍵持ってない？あ、あった！鍵！ほら、ここにある。おはむもまこつ。カラオケ内で追っかける。あ、ほんと？この萌香ちゃんをどっかに移動させないと。どっかに移動させるんじゃない？萌香ちゃんをどっかに移動させる。いや、でも着替えちゃうよな。着替えが終わったらでいいのかな。ここしか行くとこないな。着替える？話しかけても変わんないもんね。着替えてから移動してた。自転車置き場で聞いてみる。あ、着替え終わってからいなくなったけど、でも、この子、鍵持ってるよな。それ何の鍵？いや、わかんない。多分何の鍵だかわかんないんだよ。一緒に帰ろうってなったね。その時かな？さあ、これ閉まるじゃん。で、ほら、いなくなんじゃん。あ！あ！萌香の自転車の鍵だ！これだ！これだ！見つけた！萌香ちゃんの鍵！準備できた？もう遅いんだし、早くして。これを？萌香の自転車。でもこれ持ったまま外出ちゃっていいのかな。もしかして一緒に帰れるんじゃない。鍵取りに行ってコーチにってことだから、これで運にしてみる。よし、カラオケに行こう。萌香ちゃん、鍵これでいけるんじゃない。鍵。チャリンとこに萌香ちゃん声かけて。あれ？でも鍵持ってない。いや、でも鍵持ってねえぞ俺。いいのかな。自転車、いや、鍵持ってなくない今俺。お？自転車の鍵がない。ロッカーに忘れてきちゃったのかな。先に行ってていいよ。自転車の鍵あったよ。
とありがとう。じゃあカラオケに行こう。お、これで萌香がついてくる。やったぞ、やった。私たちはカラオケに行き、思いっきり歌うことができました。タイムリープが成功したぞ、みんな。日々の勉強や部活の疲れを忘れ、楽しいひとときを送ることができました。22時になる前に私たちは家に帰りました。あの時はとても楽しかったです。これちゃんとしたエンディングなのかな。エンディングに、お、あ、これベストエンドじゃない、これ。ほら、これベストエンドっぽいぞ。歌ってるもん。何もなかったってことだよね。めちゃくちゃ明るいエンディングになったぞ。ベストエンディングじゃないかな。コーチっていう存在もなかったしね。よかったね、でもね。一番いいエンディングだ。皆さん、こう左側よく見て、左のとこよく見て、左のところの名前よく見て、ほら見て、俺の名前があると思うじゃん。でもこれじゃないんですよ。いや、なんかたまたまさっき見たときに、あれ、なんか 俺の名前あるなと思ったけど、俺じゃなかった。いや、なんかレイン大佐って言ったからさ。うん、いや、でも俺このゲームに投資してないしなと思って。レイン大佐っていたよ。軽トラが分かんないから今から回収しに行こうぜ。いつの間にかサポーターになった。俺ちょっと違うけどね。俺じゃないけど。そう、谷子くんとか塩田とかね、サンキューさんとかの名前あるけど、俺じゃなかった。レイン大佐、いや俺の声じゃねえわ。コーチの声俺じゃねえわ。どこにいるんだい、隠れても無駄だよ。警察に捕まってほしいね、コーチね。軽トラわかんないから今からちょっとそれを見に行く、うん、さあ、これ多分ね、下になんか落っこってんだよな。これおそらくどこで拾うんだろう。これも見たよね、軽トラの鍵が下に落っこってんのかな。これ多分軽トラのダッシュボードでしょ。更衣室かな。これはさっき俺見たエンディングだもんね。盗撮のカメラだから、カメラなのかな。これもさっき見たもんね。オッケーオッケー。どっから始める。更衣室一回行ってみようかね。よし、入った。いいね、カズーちゃん当たるぜ。お前ら、おい、お前ら、いつまでやってんだ、いつまでやってんだ。今日はもう帰れ、今日はもう帰れ。やっぱ私片付…オッケーオッケーオッケー。こっからさあ、こっから探そう。さあ、どこにあんだ。さあ、どっから入ん、どこにあんだろうね。更衣室に、いや俺じゃねえよあれ。ここにある、でもないよね。ないよね。どこにあるんだろうね。でもここしかなくない？これ。ここしかないよね。でもこれ拾うとこないんだよね。ほら。ここかなと思ったんだけど。しゃがんでる。今しゃがんだ状態。これ実は違う？
しゃがんでるしゃがんでる。ここっぽいもんね。さっきの見た感じコンセントもあるからその辺かなと思ったんだけど、着替えが終わった状態でってこと？あーでもないっぽいな。着替えた状態でも選択肢が違うかな。ここっぽかったけどな。この辺じゃないもんね。友達が一緒じゃないとダメってこと？あーそれかな。実は友達が一緒じゃないと起きないのかな、監視カメラっていうのは。ありえなくはないよね。やってみる一回、友達いる状態で。一回やり直してみるよ。一回やり直してみる。もしかして友達いる状態で見つけるんじゃない？これでエンディング変わる。フリースロー、時計見てフリースローしてみる。安西先生、バスケがしたいです。おら入ったぞ、おら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 。でそろそろ行こっかになって、こっから。お前ら、おい、お前ら、いつまでやってんだ、てんだ、今日はもう帰れ。で、これで殻付けハブしょった状態の萌香のところ。あれ、萌香いねえわ。おべにはこつ、萌香がいない。やっぱ萌香が着替えてないと無理か、これ。萌香が実は着替えてないと無理っぽい。選択肢間違えてた？じゃあ時計見て話しかけて、もう遅いよっていうことにさせなきゃいけないのか。一緒に掃除しないとダメだ、やっぱり。そうするとだからフリースローはしない方がいいわ。フリースローなしなしなし。フリースロー、でフリースローなしで、でモップ持って、おら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 、この汚れ玉梅が許さねえ。うわ、汚れは俺落としてやるぜ。俺が全部この汚にこのスタリ切ったこの体育館を俺がきれいにしてやるってんだよ。おら、おお、きれいにしてやったぜ。おお、どんな気持ちだ。おお。おら、高速でモップでお前きれいにしてやったぜ、おい。あれ、どこやってねえんだ、とこれ。ちょっと待って、どこ？あ、当たった。この辺だ。よしよしよし。これで多分終わるべ。あ、待って、ちょっと待って。あ、当たった、当たった。よしよし。終わった。終わった。で、終わって、モップ終わりました。さあ、こっからちょっと見つけよう。どこに設置されてんだろうね。この辺かな。ある？監視カメラ。ないよね。あ、ないな、やっぱり。今ね、しゃがんでる状態なんだよ。ないよね。ないみたい。ないよね。監視カメラなくない？着替えてからにしてみる？一回着替えてみる？一回着替えたら、コンセントタップしてみる？いや、コンセントでもないみたい。一回着替え終わってからにしてみるわ。あ、着替え終わった。ないね。で、モエカもいない。椅子の足んところ？あ！見つけた！ほら！あったあった！何これ？盗撮？誰がこんなこと？あ？あ、コーチや。まだいたのか。どれだろう？更衣室にこんなものがあったんですけど。なんだこれは。
これは俺が預かっておこう。他のみんなは知らないな。はい、多分。怖がるといけないから、みんなにはくれぐれも言わないようにな。チョコロネマコツ。今日はもう遅いから、俺の軽トラで送ってやるよ。モエカがいるんですけど、見ませんでした？モエカ君？確かまだ佐々木先生が残っていたから、佐々木先生に頼んでおくよ。君は俺が送っていくから先に乗っておいて。ああ、荷台に自転車を乗せておきなさい。はい、これが軽トラの鍵だ。お、軽トラの鍵取った。これでダッシュボード見れるんじゃない？俺が送ってあげるから。どれだ？鍵取ったけど、軽トラ待って、今なんか自転車を積まなきゃっていう風になってるからまだ無理っぽいな。いや待って、ダッシュボード見たいんだけど、なんか無理っぽい。まだ自転車積んでからかな、これ。もしかしたら一回自転車積んでみるか。自転車を積んでなさい。あったあった、これだ。チャリンコ積んでみよう。チャリ積もう。はい。おらー！うわ！ブオブオ。ブオンブオン。はあ！これで車に乗って自転、俺読み上げ、いや違う、俺じゃないよ。車に乗ってみるよ。で、これでダッシュボード見るよ。これ？フォルダの中見てみる。え？何これ？やば。全部うちの女子生徒じゃん。交番に持っていかなきゃ。交番。交番に行く。交番行こう、交番。交番に行かなきゃ。もうも出る。襲われた女の子の写真集じゃないの。ダッシュボードにぶち込むなって、お前。交番、近しく、確かこの辺にあったよな。早く行こう、早く。どこ行くつもりだ。あ。車で待ってろって言っただろ。来た。やばい、来た。やばい、こっち早い。追いつかれるー！おぉ！さっきと見たやつだ。さっき見たやつだ、これ。リトライ。行くぞ、みんな逃げるぞ。交番どこ行くつもり？ハンターが後ろから追いかけられている。JK がうまく逃げることができれば、賞金が獲得される。交番を見つけることができれば賞金はゼロ。あったー、おまわりさん。どうした？息を切らしながら話そうとする私に、落ち着いてからでいいよと警察官が声をかけてくれたことを鮮明に覚えています。おお、あの写真を見せ、カメラのことやコーチのことをすべて洗いざらい話しました。ほどなくしてコーチは捕まりました。やったじゃん、やったぜ。コーチがあんな人だったなんて、私を含めみんながびっくりしていました。それから学校はコーチの犠牲になった生徒のためにカウンセラーを雇いました。あの時の自分の行動には自分でも称賛したいと思います。よくやった。こんなことが今後は起こらないといいと常々思っています。俺前から思ってたんで、コーチが怪しいって。エンディング5分の6分の5か。どんな写真を拝んでたんだろうね。わかんない、あんなものやこんなものだよ。まあ俺は近くで見たけどね。
お、警察の車や。俺は無実だ。俺は何もしていない。話せ。俺は無実だ。マルチエンドってことも隠しエンドもあるんだね。それ映画のラストでいいやつ。おおおおおおお、いや先生。あ、これもいいエンディングなんだね。これもいいエンディングなし。これどっちが、いや、これ俺が、さっき俺が言った。さっきの俺が言ったやつ。リコこんばんは。で、あといくつ残ってんの。友達も無事だったからよかったね。でもね、あといくつエンディングになるんだろう。次車、待ってね、あといくつエンディングあるんだ俺。実績はあと2個、あと2個、あと2つ、あと2つは、今エンディング6、1、2、5、3、4撮ってる。あれ待って、あと2個、今6、1、エンディング6撮って、1撮って、2撮って、5撮って、3撮って、4撮ったのかなこれ。車の中で待ってるってエンディングだけかな。あとは待って、これ一回見てもらっていい。これエンディングあといくつ。これ今6、1、ん、待って、1、2、3、4、5、6、いや、あと3と4がないのかこれ。あ、3と4がないんだ。あと2つだ。そしたらカメラのことコーチに言わないってやつと、ダッシュボード、あと2つだ。じゃあさっきの選択肢だね。さっきの選択肢や。オッケーオッケー、さっきの選択肢。オッケーオッケーオッケー、あと2つ。どっから見ようかな。どっから見ようかな。じゃあカメラ言われないや、カメラ言わないやつにしよう。オッケー、じゃあそっから見よう。よっしゃー、更衣室から行こう。オッケー、行こう。言わない方に選択してみよう。オッケー。おら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 、遅くぞ、帰るぞ帰るぞ。はい、こっちこっちこっち、はい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 、うえ、おら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 、さあ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 、行くぜ行くぜ、ほい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 、掃除掃除掃除、大好き掃除大好き、はい、掃除好き好き、はい、掃除が好きすぎる、あ、掃除が綺麗で掃除が好き好き大好き、はい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 、ほい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 、おら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 、掃除好き好き。おお、次どこ汚れとんだこれ。あったあった、やべえ、待って、掃除次どこ掃除するんだこれ、分かんなくなっちゃったぞこれ。待って、しんどい、待って、どこだこ次これ。あ、この辺かな、あった。よっしゃ、スピードで終わらせたぞ。OK。 で、ここで着替えるんでしょ。まず着替える。はい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 。着替えて、アイテム全部取って、エンディング開始で早く終わりそうだね、これね。OK、OK、OK、OK。で、これで、見る。来た。まだいたのか。はいはい。あの、もう帰りますでいいの？これでいいの？これ。多分この、これでいいんだよね。オッケー、早く帰れ、送ってあげたいところだが、俺はまだやることがあるから、気をつけて帰れ。失礼します。交番は近くにある。あ、あれ、交番になってるよこれ。いいのかな、門を出る。追いかけ回されないエンディングなのかな。
せなさい。どうしよう、逃げなきゃ。おい、どこ行くつもりだ。おりゃー、交番に一直線じゃボケい。おら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 、俺に追いつけると思ってんのか、おい、コーチさんよ。若造の足腰を舐めるんじゃねえ。どうした。私はカメラを警察官に渡し、事情をすべて話しました。はい。その際、友達にはメールをしておきました。警察官は親身に話を聞いてくれ、調べてくれることになりました。後日、警察からカメラからは私の指紋しか検出されず、犯人は特定できなかったこと、学校に伝え、周辺の見回りを強化することを聞きました。あー、そういう感じ。友達からはあの日何度か電話がかかってきていたのですが、出ることができず申し訳なく思っています。あー、そのせいかあの日から友達は元気がなく、ある日とうとう自殺してしまいました。遺書はなく本当の理由はわかりませんが、あの日の電話に照れていたなら、と、今でも後悔が後を絶ちません。うわ、最悪なエンディングやな、これ。エンディングさん撮った。最悪なエンディングやね、これね。じゃあ残り1個か。バッドエンドだね。確実なバッドエンドだったな。確実なバッドエンドだったわ。最後一つだね。最後の一つは軽トラで先生を待つっていうエンディングか。まあそれもなんかバットっぽいけど、まあしょうがないよね。プリーズ、萌香ちゃんは結局救われなかったってこと？萌香ちゃんは結局救われなかったのか。救いはないのですか？何も解決しなかったってことか。救いはなかったか。今度は外から回って最後に内に回るっていうやり方にしてきました。これが楽しみになってるモップ。そうだね、モップがなんか何か知んないけどスッキリするんだよな。外回りからやった方がいけるってことはよくわかった。軽トラ待ってみようぜ一回。これで試しに軽トラを待ってみて、もうカメラはじゃあ見つけなく、いや見つけなきゃダメだ。カメラは一回見つけて、で、待っていなさいって言われるから、一回それで待ってみて、主人公が襲われんのかな、最後。アニタマコツ、なんだい？まるで僕が萌香くんのおっぱいを見てるみたいな言い方。まだいたのか。なんだこれは。これは俺が預かっておこう。他のみんなは知らないな。はい、多分。怖がるといけないから、みんなにはくれぐれも言わないようにな。今日はもう遅いから、俺の軽トラで行ってやるよ。これで萌えかった。これで鍵もらうね。オッケー。で、チャリンコ積んで、チャリコ積んで、さあ最後どうする。ベストエンディングで終わる。なんかちょっと多分バッドエンドがちょっとベスト最初にちょっと拾いすぎちゃったから、最後は最後で萌香ちゃん拾っ、なんか萌香ちゃん助けるエンディングで終わるか。なんか後味悪いじゃん。でこれでベスト音ゲーで100点。いやちょっとあれむずいっすね。それは難しいですね。このまま待って見てればいいのこれ。さっきのエンド、すまん待たせたね。じゃあ行こうか。
あれからのことは今でも誰にも話せずにいます。お、私はそれから男の人が怖くて付き合ったことのある人はいません。男性恐怖症になった障害は様々なところに出てきていて、生きづらい人生を送っています。うわ、私のような人が一人でも減ることを切に願います。うわ、やっぱ襲われたんだじゃん、あのまま軽トラで。最悪やで。やっぱそういうパターンになるんだねこれね。そういう感じになるのか。萌香ちゃんを救おう。そう、ベストで終わるわ。萌香ちゃんを救おう。俺は萌香ちゃんを救う。救いはあるんですよ皆さん。救いのグッドエンディングをもう一回流して、萌香ちゃんと友情エンドで終わろう。だから俺は高速で仕事終わらす。カラオケの音ゲーがいかんせん難しすぎてな。見てこれもうプロ級のプロやで今。見てほらすごいでしょ。まるで円を時計回りかのように円を描くように掃除していくからね。これが皆さん清掃の極意です。はい、まあ、円を描くように掃除する男、高速の清掃員なんで。音ゲーやってみるか最後に。じゃあ、またモップだけはもうカラオケ関係ねえ人からっていうタイトルだけどカラオケ全く関係ない。よし着替えよう。てかカラオケ店の男って結局何だったんだろうね。そうだよね、あれ何だったんだろう。何者だったんだろうねあれ。人からっていうタイトルだけどモップっていうタイトルに変わりましたね。さあ帰るぞ。準備、よしカラオケ。萌香ちゃん帰るよ。ただのストーカーなのかな、お兄ちゃんみたいな。お兄ちゃんとかなんじゃないの、違うのかな。ストーカーっぽいな。でもな、でも人のさ頼んださたこ焼きとなんかジュース飲んじゃうっていうのがなんかやだな。メールアドレスも結局何だったんだろうね。じゃあわたしたちはカラオケに行き、よし思いっきり歌うことができました。救ったぜ俺は。日々の勉強や部活の疲れを忘れ、俺は萌香ちゃんを救った。楽しいひとときを送ることができました。22時になる前に私たちは家に帰りました。あの時はとても楽しかったです。カラオケで締めるか最後は。まあこれですっきりしたってことじゃない、全部のエンディング撮ったし。うん、やったね。あとはよっしゃ。なんか今回のゲームはあれかな、ストーリーはなんかその男に対するなんかそういう恐怖感を抱く話、てっきり逮捕するエンディングかと思った。あーそっちのエンディングよりも多分こっちの友情エンドの方がいいんじゃない。まあ全回収したぞ。まあ怖いっていうか不気味の方だよね。人コアだったね、完全に人コアの方だったわ。心霊系ではなかったね。前のさ温泉の方が心霊系だったもんね、あっちの方が。本当だ、12時前に終わったわ。よかったね全部。俺結構かかるのかと思ってたんだけど大丈夫だったわ。地獄戦闘はある意味全然なんかもう幽霊だったからな。今回は人って感じだったね。だからみんな変な おじさんにねついてっちゃダメだよ。よかったら俺の軽トラックで送ってあげよう、遠慮はいらないよ。そんな人とかねもう出くわしちゃダメだよみんな。そう、地獄戦闘のは怖かったね。今日だけ終わったよ。地獄戦闘は怖かったもんね。変、いや俺じゃなくて不審者怖いよ。
前のドライブスルーの、あ、前のドライブスルーのやつも怖かったね、あれもね。ライン大佐じゃねえよ。あ、みんな高評価のボタン今のうち押しといて、その代わり今んとこエンディングでもコーチや、俺が今俺だよ。包丁で正当防衛のエンディングもなかなか怖かったけどね。よっしゃ、萌えかちゃん任せろ。俺が今から魂の歌歌ってやるからよ。おい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 、クリッカーズとじゃがりことポルトチップスのコンソメじゃねえか。よっしゃ歌っちゃおう。うがうがうがカラオケう、じゃあ未来へ行きます。しゃあ、キーボードを縦にしていく男。そうだよ、夢に見た景色、歩いてどう、旅の続きは変わらぬ思い出とともに。音うるせえ音がうるさいんじゃ。音量がちょっと大きすぎて、ちょっとびっくりしちゃって今いいね、いいね。いいね、いいね。いいね。難しいな難しいな、ちょっとこれ、いや、これ最初の段階で58、まあでもこんなもんでしょ。よっしゃ任せろみんな、俺が気合を入れた歌を今度こそやってやるわ。よく見とけって、いや最初のうるさかったからちょっと一回音量下げんのにちょっと時間かかっちゃったけど、今度は大丈夫です。見てください、行きますよ、行きますよ。レフト行きます。 Let's go! Let's go!ほら気合入ってからな、いくよ。世界は変わってく、今も昔も変わることなく、今日もカーテンに包まれて閉じる、はい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 、喜び、いやささ間違えた、はいはいはいはーい、ちょっと待って、むずいむずい、むずいな。まあ、なんとか頑張ってる。頑張ってる。くそ。よし。これ80点いったんじゃない？80点。これ80点いったっしょ。
これ80点いったっしょ。73点。いやいや80いったよ。これは絶対80いった。いやいや72点。いやいや80点いった。絶対80点いったね、これは。いや70、いや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 、待って、80点、絶対80点。いや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 、絶対80点だから。ほら見ろ、ほら。はい、なんか言うことあるんじゃないですか。高評価のボタンを押してみるべきなんじゃないんですか。押してください。はいはい、俺の勝ち。はい、俺の勝ちです。はい、押してない人は押してください。はい、押してない人は押してくださいね。はい、俺だって絶対なる自信があったもん。途中の相槌が50点、押した本当。ね、もうこれだから困るんですよ、俺のこのセンスに。90欲しかった。いや、ちょっと90は無理かな。バグじゃねえわ。いや、押したんたらいいよ。そのままにしといてください。いや、押しちゃ消してます。ダメです。2回押しちゃダメです。あと何？やってないのどれだっけ？これ全部やったっけ？あと俺。全部やったよな。じゃあ最後なんか1曲やろうぜ。なんかどれがいい？熟した果実いく？どれがいいかな最後。迷子の鬼。じゃあハードないよこれ。選択肢ないの。これだってこれしか選択もないよな。イージーモードあるぞこれ。迷子の鬼です。これ100点無理だよ。じゃあこれ迷子の鬼を80点超えます。いきます。いきますよ。迷子の鬼80点いきます。いいよ。今超真剣にやってるけど俺。これいったんじゃないか？これいったんじゃないか？これはいったでしょ。いや、まだ解散しないよ。これは絶対いったはず。いや、フルコンではなかったけど。はい、いくつだと思いますか？ 90、 多分5いった。95。俺は95いったね。いや、これは190いってるけど、多分俺は95。うん。俺は95。やった！それ以上をいっている！ま、こんなもんですよ。ねえ、93？ いやいや、97ですけど。まあ、こんなもんですかね。しかもミスがゼロ。あれ？皆さん、ミスがゼロ？は？ゼロ？ミスが、え？ゼロ。やりました。やりました。フルコンボしました。私なんなら100いくまで。いや無理です。100は無理です。100はちょっと無理ですね。ちょっとそれはちょっと難易度を上げないと無理ですね。イージーじゃ、いやイージーにはしてないよ。イージーにはしてない。うん、って感じですかね。ちょうどいいんじゃないかな。時間もまだ12時まで時間あるよ。え、俺消しちゃったよ。
消しちゃったよ。いやでもいいんじゃないかな。うん。そのアップ、いや可愛いし、俺が頑張って書いたんだよ。俺が頑張って書いたの。12時までやる。いや、かかっても12時までかかるんじゃないかなっていう話はしたけども。いやー、でも今日どうだったみんな。このゲームに関して。エリカはこつ。俺は結構好きな部類だったけどね。てかそんなに難しくなかったな。なんか結構あっさりサクサクっとこう進んで、意外と簡単にエンディングも回収できたから優しくなってた難易度が。マイコハンの方良かった？いや、アクキーにはしないけども。良かった。グッズに、いや、グッズはしない。ホラーゲーでもなかったけどね、でもね。ホラーゲームではなかったけど、ジャンルは。面白かったね。俺は結構サクサクしてたし、まあ、難易度もそんな高くはなかったし、面白かったし、いいんじゃないかな。サクサクしてたしね。楽しかったしね。なんか、人怖って感じ。短めだったね。確かに今までの、知らずさんの作品に、の割には結構、の割にはって言ってもあれだけど、結構短かったイメージあるかな。楽しかったね。サクッと進むし、見やすい。何にしてもやっぱりあの、あれだよ、ヒントもくれてたっていうのと、フルボイスってのがまだ良かったね。胸が気になったな。もっと苦戦するかと思ってたんだけどね。ミニゲームが、もうちょっとなんかあったらいいんだけど、まあまあ、それはカラオケの歌だったかなって感じかな。まあでもカラオケはあんま関係なかったね。ヒントもあったし、だいぶ助かったし、襲いかかってくんのは怖かったしね。何にしても俺も良かったよ。下着姿もあれ特別だぜ。萌香ちゃんの下着姿見れたの特別だぜ。ヒントはだいぶ助かったよ。そういえば今回のサポーターさんのってどんなやつ？なんかね、 CD らしい。 CD なんか俺もちらっとちょっと見たらなんか CD だった。なんかあの、あそこあったの分かる？なんか返却してくださいっていう段ボールがあったの分かる？あれ、あん中にそのサポーターの人の顔のそのサムネがある CD が、なジャンクコーナーの CD みたいに入ってる。明日はお休みで、水曜日はさっき今日の冒頭で言ったなんかギャルゲーとホラーゲームが混じったやつ、 3D のね。 あとチャプターも分けられてだいぶ助かったよ。真っ暗かったけど、俺のコーチの声真似もよかったな。なんか俺だって言われたけどね。なんか声優は俺じゃないんだけどね。そう、チラズアートさんの作品の中であんまそんな怖くなかったな。そう、あれがそういうやつらしい。でも俺はそれだとなんかね、あれかなと思ってちょっと外してたけど、サポーターのやつは毎回外しちゃうけど、終わりまっか。どっちか分かんなかった。いやいや分かるだろ。コーチのモノマネや印象じゃない。ゲームの中身を見なさいよ、あなたたちは。コーチのモノマネじゃねえんだわ。まあでも終わりまっかね。あと水曜日またやるんで。水曜日またお会いしましょう、皆さん。ゆっくり休んでもろって。明日休みなんで。また水曜日にやりましょうかね。じゃあ、お疲れ様でした。みんなおつ、ゆっくり休んでー。おつおつー。